映画レッドクリフなどでよく知られる俳優の金城武さん。ここ数年テレビや映画などで見かけることがないため、最近どうしているの？と心配しているファンの方も多いかもしれません。本日は金城武さんの現在の活動、結婚や病気などの噂、性格などについてお話ししていきます。金城部のプロフィール。生年月日1973年10月11日、身長180センチメートル、出身地台湾台北市、最終学歴台北アメリカンスクール卒業。第一章、金城部の現在2023。結婚や病気の噂は本当？1998年 HIV をテーマにしたドラマ神様もう少しだけへの出演をきっかけに日本でブレイクした金城武さん。その後は数々の CM やバラエティ番組にも出演しており、映画レッドクリフあたりを最後に、ここ最近日本の番組や映画などで見かけることはありません。最近の活動はどうなっているのか、結婚や病気の噂も含めて詳しくお伝えしていきます。現在2023派活動してる金城さんは現在台湾や中国をメインに俳優業を継続しているようです。もともと出身が台湾であることも影響しているのでしょう。ここ最近の活動を見てみると、2017年に香港と中国の作品恋するシェフの最強レシピに主演、2018年にゲーム鬼武者最新版の声優を前作と同様に担当、2021年韓国企業のゲームリネージュ2メートルの CM 出演、2022年中国ファッション誌エレメンの表紙を飾るなど、数えきれないほどの活動歴になっています。金城さんは世界各国に不動産を所有しており、そこからの収入で一生生活できるほどだと言われているようです。ピオープルイスモニーが2019年に発表した最も稼いだ俳優トップ10によると、金城さんは年間4600万ドルで同の1位となっているんです。日本円にすると60億円ほどになります。そして総資産1億4600万ドルほど、日本円で190億円以上です。あまりの高額の数字に目が点になりますよね。出演オファーは多いようですが、過去一緒に仕事をされた映画監督さんが言うには、金城さん自身が OK をなかなか出してくれないんだと言います。確かにこれだけの稼ぎがあれば、気が向かないものまで出演する必要もないんでしょうね。日本より海外での活動が多いイメージはありましたが、ここまで大出世されているとは驚きです。これほど有名になった今、ギャラも高額すぎることが原因か、今後も日本での活動の予定はないようです。結婚や病気の噂は嘘、長いこと日本のメディアへの出演がない今、ファンが気になるのは結婚や病気の噂ですが、この両方とも噂に過ぎません。結婚に関しては、過去ホテルや車に同乗している姿などをパパラッチに抑えられたことがあるようですが、その両方ともお相手は当時のマネージャーだったことが分かっています。また映画レッドクリフ公開当時の台湾プレミアで、金城さんの左の指に指輪がはめられていたことから結婚と指摘されたようですが、ファッションですと本人自ら否定しています。そして病気に関しては、癌などの言葉が見られますが、そのような事実はどこにもなく、単にメディアへの出演がなかったことから病気なのではという噂が立ってしまったようですね。第2章、イケメン金城部の性格は？端正な顔立ちに高身長、女性ファンも多い金城さん。そして現在どこでどんな活動をしているか、今一つ定かではないそのミステリアスさに、この人はどんな人なんだろうと気になるところです。実はかなり内向的で、デブ症、ほぼ外出はせず、ゲームばかりしているんだそうです。芸能人との交流もほぼなく、親戚との集まり、友人の結婚式にも不参加というから驚きです。こんなに周囲からもてはやされる状況でしょうに、これまで目立ったゴシップは一切ありません。
金、白部派世間からかっこいいというイメージを持たれているため、そのイメージを壊さないようになるべく外出は控えているんだとか。その繊細で内気とも言える性格は過去の生い立ちも関係があるそうです。日本人の父親と台湾人の母親を持ち、育ったのは台湾台北市。周囲からハーフとして扱われるその差別的なもののおかげで寂しい思いをした時期があったそうですね。出演オファーに関してもなかなか承諾しないようで、断る理由もいくつも探してくるんだとか。そんな金城さん、出演 OK な条件というものがあるらしく、パソコンがある、ネット環境完備、撮影場所が比較的近いところなんだそうです。仕事もプライベートも一貫してデブ症なのが分かって、愛らしさを感じますね。第三章、英語も中国語もペラペラなマルチリンガル。金城さんは日本語、中国語、台湾語、広東語、北京語、英語が話せるマルチリンガルです。日本人の父親は仕事のため家にいないことが多く、7歳頃までは日本語は話せなかったそうです。そのためそれまでは母親の言語、台湾語メインだったということになりますよね。その後小学校は日本人学校へ通い、高校からはアメリカンスクールに通い語学を習得したようです。金城さんが通っていた台北アメリカンスクールという学校はレベルが高く入学するのも難しいそうなので、入学前にかなり英語の勉強をされたと思われます。高校卒業後は俳優業の道に進んでいます。現在母国語でもない日本語や英語を使ってお仕事されているということはすごいことですよね。英語を話している姿を見てもネイティブレベルなのかは分かりませんが、ペラペラなことに間違いはないようです。ご視聴ありがとうございました。